それを英語で言うと、皆さんこんにちは、ミスターココナッツです。さあ今日はですね、山野美容専門学校に来ております。生徒さんたちにいろんな面白いエピソードを聞いてみたいと思います。どんな話が出るかお楽しみに。 Here we go。 こんにちは。こんにちは。ケイタ君は何をしてるんですか今ここで。あ、飯食ってます。飯食ってます。そうですね。じゃなくて山野で、山野で何をしてるんですか。え、美容です。美容、はい、ただ単に、はい、人の髪の毛いじるのが好き。好きです。あ、どういうところが。え、あの、人を変えてあげられるんで。人を変えてあげられる、はい、なるほど。それを英語で言うと、I thank you for me。 You're very welcome。 私がいることを俺に感謝されてるんですよ、はい、それで大丈夫ですか。大丈夫です。人を変えられるから美容師になりたかったっていうのは今もう全然飛んでっちゃいましたけど、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。 あえてまたそれを英語で言うならば。英語じゃ無理です。頑張って、はい、はい、ありがとうございます。あ、そうじゃなくて、頑張って英語で。あ、あ、なりたい。あ、アイプレイ美容室ですかね。アイプレイ美容室。いいですね。はい。すごいガン飛ばしてますけど。すいません。アイプレイ美容室。はい。はい。Why？ なぜ？楽しいからです。楽しい。あ、楽しい。英語。アイプレイエンジョイですね。英語苦手？苦手です。お、一番好きな英語の単語は。あ、シザーですね、はい、素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、今後とも頑張ってください、はい、Thank you。 ありがとうございます。わかりました。それを英語で言うと、いやー、はいはいはい、じゃ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 、なんで覚えられないの。ナンバーワン、あれ、yeah。 美容のことでです。あ、頭のことです。No。 We love Mr. Coconut。